お疲れ様です。高橋歩さんの、まあ、その考え方ね、実は私がねサラリーマンをやった時にその会社の管理者研修でやってましたね。まあ、高橋歩さんからヒントを得たのか、それとも元があって私の勤めてた会社とか高橋歩さんに発生したのかちょっと分かんないんですけども、実際にその研修に行ってですね、で競争するんですよ。最低5万円稼いでくることね、それから5万円以上いくら稼いでもいいけども、金額のレースと誰が一番早く戻ってくるかのレース、これをやりましょうってからね、その研修がスタートして、で大体午後の2時ぐらいにスタートして、あと帰れる人は帰ってくる、帰ってこれないやつは深夜でも朝でもいくらでもやれと。ただし次の日の昼には研修は終わってみんなで会社に帰りますみたいな感じでね、で港でやったんですよね、それはね。まあこれ気合が入りましたね。なんせね、ハワイで石を打った私がそこにいますからね。これ逆に自分が一番じゃなかったら大恥だなと思いましたね。ハワイで石を打って金字塔を作って、その後の数年後の3年後ぐらいの社員研修でしたからね。幹部候補生試験みたいな感じで。これぶっちぎりでトップ取らないけんなと思ったんで、まあもう気合入れていきましたよ。でも他の方の中には、やっぱ動揺している人とかね、そんなできるわけないじゃんみたいなこと言われてる人がいて、まあとにかく、用意どんで、その研修会場から走ってね、いろんな方向に飛び散っていくわけなんですよ。まあ面白かったですね。私はね、まずはね、なんですかね、一戸建てを工事してるところがあったんで、その親方と弟子の人が2人でやってたんですよね。で、そこに行って、事情を話してね、ギャラをもらわないといけないんだけども、仕事をさせてくださいみたいな感じで、見るからに体使えそうでしょみたいな感じで、ね、売り込んでいって、会場のそのね、一戸建て の、 そのなんかこうリフォームしてるとこだったんですよね。リフォームしてるところの家 の、 そのおがくずとか木くずとかをとにかく集めて外に出す係みたいなのをやってね、なんかあとは言われるままにセメント持ってきたりとか板持ってきたりとか様々やらせてもらってね。で結局30分ほどやったんですけども、なんか2万円ぐらいくれてね、まあ、それはなんかおまけだったんですけどね、早く帰れって意味だったのかもしれませんけど、で証明書書いてもらって、おやった2万だと、あと計算上あと2件ぐらい行けば5万クリアするなと思ったんですよね。次に行ったのがね、何の変哲もない一戸建てです。なんでその一戸建てに行ったかというと、まさにエホバの証人なんですよ。当時エホバの証人のその研究生として会社に勤めながら休日はそうやってね聖書研究したんですよね。だからエホバの証人がいらっしゃるお宅って遠目に見たらわかるんですよ。あ、これはエホバの証人の人がいる家だなと思ったらそこに飛び込んでいってね、いや神のお引き合わせでこういう風になりましたとか、エホバの証人の何々さんじゃないですかつかね、表札見てからってからね、なんでわかるんですかつったら、いや僕ね地元で研究生していて、まあ、これこれこういうもんなんです。で今ね会社の研修で伺ったんですけども、お金をもらう仕事をしなくちゃいけないんですよ。そこをエホバのよしみでなんかやらせてもらえませんかみたいな感じでね、じゃあ自転車の掃除をお願いしますみたいなのを無理やりやらせてもらったとかね、まあ、草むしりも結構ポイフラーだったんですけどね。でまあなんか知んないけど形だけ自転車の掃除して、でそこで奥さんがずっと見ててくれて、あもういいですありがとうございましたって感じでね、でなんかこう封筒にお金入れてくれましたね。それなんか3000円ぐらいだったと思うんですけど、でしまガクッと来ちゃったんですよ。まあ確かにエホバの証人はお金を持ってる人はあまりいないなということでね、まあ、外したんですけど、まあそういうのは何件かね爆速で言ったら、今度ね鞆の浦でその研修があったんですよ。だからね、あなるほどと、これひらめいたぞと、個人営業している水産のところに仕事しに行こうと思って行ったんですよ。そしたら私もうねスーパーの鮮魚部門でもう3年目ぐらいだったですからね、もう魚の調理はもう持ってこいなわけですよ。ですんでその事情を話して、僕魚の経験ありますとやらせてくださいみたいな感じで、かまぼこ工場かなんかに勤めて、でなんかこう魚をねこうガシ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 下ろしたりとかね、機械に突っ込んだりとかね、積極的にやって仕事を見つけながらこうやってバーってやったんですよね。でアラの処理とかももう慣れたもんですよ。サササーと水分取ってからパーって引いてから、いや手際いいねみたいな感じでね、そのままうち勤めてくんないみたいなこと言われたんで、いやちょっと難しいっすねって、僕どこどこの社員なんでつからね、まあ別に会社のどこに勤めてるか喋ってもよかったんで、でまあ社名を出したらね、あマジですか、うちの商品ぜひスーパー並べてもらえませんかって感じでね、
もう20店舗ぐらいあったんで、そこどの取引をちょっとね持ちかけられて、バイヤーに話しときますとか言って、それを持って、5万円ぐらいもらったんですよ、そっからは。なんとバカーンと、うん、で結局はあの会社の取引先になったみたいなんですけどね。で、後々そこで金一封もらったりとか、研修もこういうふうに自分の能力を生かしてちゃんと会社を売り込んで信用をされるような話し方をすると会社の営業にもつながっていくでしょうみたいなことでね、なんかそれから毎年毎年私のその例がね、紹介されてるみたいなんですよ。それちょっとね、鼻が高かったですね、それやって。で結局そのかまぼこ屋で、まあ、1時間かそこら働いてかまぼこ食わしてもらって、で当時タバコ吸ってたんでタバコ吸うかみたいな感じで箱をもらってからね、プカプカ吸いながら、あとはその子の社長がフラッと帰ってきてね、40代ぐらいの若い社長だったんですけども、会社まで送りますよとか言ってベンツで送ってもらって、ベンツでゆうゆうとかってタバコをかしながら帰ってきてですねで一番乗りだったんですよ、もちろん。ものの3時間ぐらいで帰ってきたんで、夕食まで間に合って一人でめっぱ飯食ってたみたいな感じですよねでまあ金額的にはね、本当に10万もいかない金額だったんですけども、まあ数時間で10万円ぐらいは稼げるなと思ったのと、やっぱりハワイでね石を売って金稼いだ経験があるんで、それに比べたらまあ日本この国で稼げないことはないなっていうふうに高く食ってたとこもあって、まあ結構ね運も良かったのかもしれませんけども、まあこんなもんかみたいなんで、そんなに手をなんかね煩ったという思い出はなかったですね。まあまあこんなもんだろうみたいな感じで、まあダントツ一番で帰ってきて、6時から食事の時間があるんですけども、そこを仕切ってるねコンサルタントの人と、あと研修に参加した会社の幹部の人と飯食って、で先輩社員が陣中見舞いとか言ってやってきたんだけど、あれ久保さんだけですかみたいな感じでね、僕しかいませんみたいな、それでもすごいです、去年は誰もいませんでしたとか言ってからねなんかすごく面白いエピソードだったですね。まあ単なる自慢話これしたいだけなんですけど、でその後一人で風呂入って、風呂から上がって10時ぐらいになって、で、なんかね大広間会議室でテレビ見たら2人目が帰ってきてね、ヘトヘトになってましたね、うん、まあいくら稼いだのか知らないんですけども、なんとか5万円作って戻ってきたみたいな感じですね。まあ、それからですねバタバタと帰ってきて、結局深夜24時ぐらいですか、あそこになって全員集合したって感じかな。さすがに徹夜組とかはいなかったけども、うん、晩飯に間に合わなかったので全員飯抜きで、まあ、そのまま朝までなんかね、どんな仕事やったか、誰がこんな仕事やったとかね、あんなあったりとか、あとすごい面白かった、私の発想なかったのは、なんかチーム戦をやってるやつがいたんですよ、3人ぐらいで組んで、で仕事を見つけたらここでの仕事を別のやつにも振って、なんか3人分取ってくるんですよ。でそれをなんかお互いにやって、なんかね結局ノルマ達成したみたいですね。ただしやっぱり3人いると誰かが取るだろうみたいな感じで、お互いが最初の方は全然やらなかったですね、お互いにサボって、だからラジが開かないからっていうんで、2人対1人に分かれてやったらしいんですよ。で2人チーム対1人チームで、自分が取らなかったら相手が取るだろうみたいな感じで、ね、そうやるとね急に取れたみたいですね。でその作戦もなんか紹介されてましたけども、まさにチームを組んでやるのも全然いいし、ただし誰かがやるだろうって依存心の多い人がチームを組むと結局その会社は潰れるでしょ。だから自分一人で他の二人を食わしてやるぐらいの気持ちで会社の社員ってのは働くんですよっていうかね、まあ、うまいことを意識づけされたような感じで、まあ、それからですよ、10人がかりって言葉をねちょっと概念変えたのは、だから10人のチームで仕事をするってことは一人が10人前全部やってやるぜみたいな気持ちの人が10人集まれば100人力でしょっていう話なんですよね。だからその10人のチームを組むとサボるやつが必ず9人いるらしいんですけども、そんなの関係なくこいつらは全部サボってるやつを食わしてやるぐらいの包容力があってもいいんじゃないかなっていうふうな考えと、あとはね勝手に自分が10人分の馬力が出せるようになっちゃえばいいんで、でサボってるやつは永遠に1人前働けないわけじゃないですか。それでもなんかねその場の損得じゃなくって人生の損得を考えるみたいなね、まあ、そんなまとめ方だったですよね、まあ、いい体験しました。高橋歩さんもそういうのやってたんですね。まあでもビジネスって結局毎日それをやることでしょ。別に誰かに研修の課題を与えるわけでも何でもなくて、自分が月に50万欲しいなと思ったら50万目指してやるし、100万欲しいなと思ったら100万目指してやるし、10万でいいと思ったら10万円分の働きしかなくていいから、まあそれこそ高校生のアルバイトみたいなんでも10万ぐらい稼げるしみたいな感じで、金額が少なければ少ないほど選択肢はすごく用意されてる、選択肢は用意されてるんですよ。で稼ぐ金額を増やせば増やすほど自分が選択肢を作らなきゃならないってことですよね。だからクリエイターの素養がいるんでしょうね。高額な所得を得ようと思ったら、自分のビジネス作ろうと思ったらね、
まさに自分で仕事を作って、その仕事が欲しいと思っている人を見つけに行って、その人に、まあ、マッチングするって売り込むっていうね、うん、なんかすごくたくさんのことを学んで、まあ、会社には育ててもらったかなと思いますね。まあ、私が唯一サラリーマンやってる会社はそこだけだったんですけども、なんかビジネスの全てを教わったような気がしましたね。ただしビジネスの全てを教わったけども、独立した時に10年以上全く利益が出ない自分に気づいたということですよね。いってらっしゃい。